ローラ、タレントの彼女と一緒に韓国に行ったことがあって、その時俺スノーボードで足を折って車椅子持ってて、でそのスノーボードで車椅子で足を折ったことに対してもローラは行く前から本当にガッシー怪我するからやめときなって言われて、でほんまに骨折ったから大爆笑されて飛行機に乗り込むんだけども、その時に飛行機に乗り込むところをローラがストーリーで上げてインスタの、ガッシー言ったじゃん怪我するって笑いみたいなことを上げよって、その瞬間まあ長い間連絡取ってなかった、いろんな女の子から連絡が急にいっぱい来て、韓国着いた瞬間 LINE がいっぱい来て、なんやなんやと思ったら、東さんローラと仲いいのとか、ローラに会いたい紹介してとか、え、なんでこんな連絡くんねんと思ったら、一人の女の子に、なんでお前俺がローラと仲良く知ってんのって聞いたら、ローラちゃんストーリーに東さんのことあげてるよって言われて、ってなって見たらバンバン俺のことあがってて、でローラに俺めっちゃ怒って、お前俺素人やよな一応っつったら、え、いいじゃん別にっつって、いやいいじゃんちゃうやんって、お前大迷惑やからっつって、めっちゃローラに怒ったことがあって、